マイナス10キロ食べて痩せるリンゴ酢レシピお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、リンゴ酢のダイエット効果をさらに上げる美味しいレシピがわかるんですよ。ぜひ楽しみにご覧くださいね。このチャンネルではこのような様々な腸活法をあなたにお伝えしています。そのもとであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととても嬉しいです。また詳細欄に LINE のリンク貼っております。今ご登録いただきますと腸活ダイエットの無料動画4本プレゼントしております。ぜひそちらもお役立ていただければと思います。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では一つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢を使うことで痩せることができるのかというその理由についてですが、ポイントが大きく2つあります。1つ目はあなたの腸内環境が整うからなんですね。ここすっごくポイントなんですよ。ダイエットを成功させるためにはこの腸内環境を整えることがもうとても大切になってくるんです。例えばあなたの腸内環境がお悪いままだと、いくらあなたが食事制限を頑張ったとしてもいろんなことにですね、例えば運動であったり糖質制限とかいろんなことをしたとしても決して長期的に痩せることができないですよね。なぜかと言いますと、そもそも体質が太った体質のままだからなんです。そこでこの腸内環境が整えばあなたは自然と根本的に痩せ体質になることができるんですよ。そこで活躍するのがこのリンゴ酢が持つ効果なんです。またこのリンゴ酢は血糖値の急上昇を抑えてくれる効果があるので、太るもと糖質がこう一気にですね、血糖値がこう急上昇してしまうような時にリンゴ酢を合わせて召し上がることでその急上昇するのをこう緩やかに抑えてくれる効果がありますから、結果その間脂肪をため込まずに済むという大きなメリットが手に入れることができるんですよ。ではここから2つ目の項目です。何をということで、今回はリンゴ酢を使ったダイエットレシピということになります。このリンゴ酢のダイエット効果をここでさらに掘り下げてお伝えしていきたいと思います。もうこれを聞いた後だとあなたはもうすぐにリンゴ酢飲みたいな、使ってみたいなって思われると思うんです。こちらリンゴ酢のまずダイエット効果、一番は酢酸の働きであなたの腸の動きがもうどんどん良くなります。なので最近私のこの YouTube のですねコメントにこんなコメントいただいたんですよ。お世話になっております。リンゴ酢ドリンクを飲み始めてからお通じが良くなってきたのですが、リンゴ酢ドリンクのおかげなのでしょうかということで、そうですとね、私お返事してるんですけども、もうすごく嬉しいですね。もうこの方も本当に真摯に取り組んでくださった結果、こういった良い結果を出されたんだなと思って、もう本当に嬉しかったんですね。なので今回も私いろんな方ですね、あなたのため、そしていろんな他のまだまだ知らない方のために、今日は今回リンゴ酢ダイエットの美味しいまたレシピをご紹介していきたいんですよね。その時にとにかくベースは腸の働き良くなること、そして血糖値の急上昇を抑えてくれるからこそ脂肪をため込まずに済むということ、そしてむくみも改善できてしまいます。やはり見た目って大事ですよね。体重落ちたのにもう見た目変わんないってもうすごく嫌ですよね。もう私もすごくよくわかります。なので見た目の改善もできる、そしてあなたの内臓脂肪をどんどん燃やしてくれる効果もありますし、その結果基礎代謝がアップして脂肪がそもそもつきにくくしてくれるっていう、そういった効果もあるんですよね。またすぐに食べた後ですよ、あーもうお腹すいた、なんか食べたいってなっていませんか？もしあなたがそういった状態であれば、特に生理前とかですね、もうこういったリンゴ酢の力を借りてください。リンゴ酢を一緒にお食事と摂ることで満腹感を得やすいんですよね。で結果食べ過ぎ防止、食欲を抑えてくれる効果もあるので、ぜひこのリンゴ酢を味方につけていただきたいなって思います。ではいよいよ最後の項目3つ目です。どのようにこのリンゴ酢を使った美味しいレシピで痩せることができるのかということで、今回この動画ではそのレシピの材料と作り方、動画の最後には私が実演交えて動画でお伝えしております。ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。まず材料からお伝えしていきましょう。こちら今回あなたにお伝えするのはリンゴ酢を使ったピクルス
になります。これすごく便利なんですよ。もう本当にね、一度作っておかれたら数日冷蔵庫で持ちますし、もう何といってもちょっとお野菜不足の方とかは常に冷蔵庫にこのピクルスがあったら便利ですよ。私もですね、もうバッタバタしてる時なんかはもうこれがあったと思ったら本当に安心して野菜不足解消しております。でこちらまずはお野菜はね、何でもいいんです。もう季節のお野菜がおすすめ、適量なんですよね。でこの適量というのは今からお伝えするこのピクルス の, 液ですね、つけるその液の量がまあひたひた入るぐらいのお野菜を準備されたら良いです。で今回私が実演交えてお伝えしたお野菜を使ったその内容は、大根、きゅうり、カラーピーマン、あとミニトマトを使っています。ただこれが例えば夏になったらオクラを入れてみたりとか、人参ももちろんいいですし、いろんなお野菜入れていただいて全然構いません。セロリとかね、もう何でもいいので、あなたのお好みのお野菜を使ってみてくださいね。なのでお野菜は適量です。でここから大事、このお野菜をつけるその液ですね、ピクルスの液をご案内しますね。まず純リンゴ酢を選んでください。リンゴ酢っていっぱいあります。もうもしあなたが今からスーパーに行かれてどれにしようかなってお酢のコーナーに行かれたらびっくりすると思います。もうこんないっぱいあってどれ選べばいいのってね、多分迷われると思うので、私が腸活専門家の観点からおすすめのリンゴ酢の選び方をお伝えしますね。もう基本は無添加です。そしてできれば国産のリンゴ果汁を使ったリンゴ酢を選んでください。で私はちょうどスーパーにいた時に選んだのがこちらのリンゴ酢だったんですね。もうこれしか無添加なかったんですよ。あとはもう余計な香料とか人工甘味料とか、いろいろなものがアルコールとかですね、添加されていて買えなかったんですね。で私は今回選んだのはミツカンさんの純リンゴ酢、国産リンゴ果汁 100% を使ったお酢になります。でチェック項目があります。ここポイントですよ、押さえてくださいね。原材料名を見ましょう。その時にリンゴ果汁と書いてあるもの、このたった一つ、リンゴ果汁でできているもの、できれば国産の果汁ですよね、を選ばれると間違いないと思います。でもっといいのは有機栽培のリンゴ果汁とか JAS ジャスマークがついた認定のお酢であるともっと良質になってまいりますので、ぜひチェック項目に加えてみてくださいね。こういった良いリンゴ酢を 200cc、1カップですね、用意してください。そして天然水を 50cc です、4分の1カップですね。そして蜂蜜、これも天然の蜂蜜を選んでくださいね。 100% です。余計なものが混ざっていないものを選びましょう。大さじ2です。そしてローリエの葉を2枚と鷹の爪を2本準備してください。そして作り方なんですけれども、ここから実演交えてお伝えしますが、もうとっても簡単です。でポイントがあります。できればガラス瓶の保存容器を準備してください。でしっかりと熱湯で煮沸消毒していただいてから使ってくださいね。それではもう簡単なんですけども、とにかくこのピクルスのこのですね、野菜以外のこの材料をその瓶に入れてよく混ぜて、あとお野菜をつけるだけで、冷蔵庫で一晩置いたら出来上がりなんですが、ここで実際作っている様子をあなたにお伝えしたいので、今から動画ご覧ください。どうぞ。
さあ、いかがだったでしょうか。この時に食べるポイントがあります。お酢はですね、空腹の時に、要は食前に一番に食べてしまわれますと食欲が増す方もいらっしゃいます。そして何よりも胃と腸にいきなりですね、空腹の時にこうガーッと襲われてしまわれると炎症を起こしたりとか、ちょっとねきつい刺激が強すぎますから NG です。なのでしばらくその水分を取っていただき、そのお野菜やお肉お魚を食べた後、その後ですね、そうですね、水分とお肉の間でもいいんですけれども、とにかく空腹にいきなり取らないでくださいねということです。ですからこのリンゴ酢で作ったピクルスもいきなり空腹の時に一番にお口に入れるのは控えた方がいいです。しばらくいろんなもの食べた召し上がった後に途中でこのピクルス召し上がっていただくといいと思います。特に水分ですね、お味噌汁とかお茶とかそういったものをしっかり入れてから召し上がってくださいね。そうすることで例えば後から一番最後に食べるお米とかですよ、そういった糖質系の血糖値の急上昇をこのリンゴ酢ピクルスが抑えてくれますし、同時にお野菜も取れていきますから、腸活にはもうベストなお惣菜になります。上手に工夫して召し上がってみてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。ぜひ今回の動画もあなたの健康的で綺麗に痩せるにお役立ていただければとっても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。